おかしいね。ここにいたのに、なんだか嫌な予感がする。あ、どうなってるのこれ。こうなってるんだよ。お前たちは僕の罠にかかったんだ。いつものようにね。わはは。あ、パワーが消えた。その通り、新型吸い取り機でパワーをいただいた。それをこの僕が使って変身するんだよ。棒人間に？何？違う、究極の悪者にだ。見ろ、パワーはここから吸い取られ、ここを取ってここに溜まり、僕の特別な白衣に入る。パジャマ姿でのんびりショーを楽しんでくれ。パジャマパワー、さあ行くぞ。やめて、ちゃんとタッチしたいの。パワーじゃないか。待って、今言った？パワーって。うわ、すごいスピードが出るよ。すごい。俺はすごく強い。それじゃあ僕は飛べるのかな。僕平気。イエーイ。どう、捕まえられる？ねえ、パワーを返してよ。置いていかないで。あわれなお邪魔スクメ。ドラゴン娘が僕のベタベタモンスターを盗めると本気で思っているのか。まあ、確かに盗まれた。でもこれからまた僕が盗み返す。よし、いいか、うちなるモンスターを外に出せ。では山の守護者の技を教えよう。パジャマスクが敵の役をやる。アウレット、私いいよ。アルイグイーダー。うわー、やるね。パジャマスクの3人でいろいろ話し合ったの。それで決まったことはね、あなたを空飛ぶ仲間にする。だけどいい子になるって約束しなきゃダメ。いいや。じゃあ最初にビュンビュン飛ぶ練習をしよう。あの木をロミオだと思って追いかけていくの。位置について、よーい。わあ、ガルーキ元気いっぱい。アウレットちゃんと訓練できるかな。なかなかいい感じじゃない。行こう、僕たちは他の悪者が来ないか見張るんだ。アルウィングウィンダー、スーパーストーム。まいったか、悪者。いいよ、次は何をする。月の蛾のお家へ飛んでいく。宇宙
時は月へ行ったの？うん、それは私も知りたいよ。信じられない、アウレットが私のガルーキと一緒に月へ行って私の月の城に勝手に入るなんて。あんなに怒ってるルナガール初めて見た。私に黙ってひどいよ。うん、月へ連れてってさあ早く。あ、ルナ、うん、何よこれ、使えない。結構何も壊さないやり方を見せてあげて。マスターファンが映画でやってたやつだよね。落ち着いて集中する、ゆっくりと回り始める、それからだんだん早く、それでアクションゴー。うわー、うわー、あー、危ない。ゴー、大成功だ。次はスーパーダブル宙返り、悪者の頭を飛び越えるぞ。いいね、マスターファンのスペシャル宙返りみたい。ああ僕の記憶だとこんな感じだよね。アクション、うわ、宙返りじゃなくてスペシャルひっくり返りって感じ。大丈夫だよ、俺は平気。あーん、アルマジラ、私たちがかっこいい技を教えてあげようか。自分でできる。いいシーンを思いついた。博物館で撮影するんだ、行こう。博物館？すごく壊れやすい大事なものがたくさんある場所。ちょっと待って、よし、アクション、取れ。はいや、やいや、はいや。見たか、かっこいいヒーローの動き。うん、ここで拍手をするんだ。おっちょこ忍者め、カメラを落としたら僕の映画は台無しだろ。急げみんな、カメラを落とすなよ、映画が台無しだ。いいな、俺がどんなにすごいヒーローかみんなに見せてやる。博物館に押し入る強盗を止めるんだ。誰もいないね。本もちゃんとあるよ。お店に押し入って何も取らないってどういうこと？今の聞いた？やあ猫ちゃん、なんで泣いてるの？遊んでる暇ないでしょ。猫は偉いよ、一人で何でもできる、僕みたいに。悪者を捕まえなきゃならないんだ。熱パンチセンサーだ、何でもついてるんだね、パジャロボ。ライオネルが落ち着かないんだ。パジャ探査官に乗って興奮してるだけじゃないかもね。博物館だ。中を見てみる、スーパーキャットスピード。無事だけど一つなかった。恐竜の骨？でもどうしてこんなところに？聞こえる？あそこだ、小鳥。こんな夜に何してるの？調べてみる。うん、平気、巣の材料を集めてるだけだよ。海賊忍者はどこにいる？見つけたぜ、野郎ども。あいあい、あっちに何かいるよ。ああ、悪いけどアウリー船長、敵はこっちにいるよ。ああ、いや、ハトさん、君だったの。Thank you.
女に任せた方がよくない？アウルアイガール。僕だって立派な海賊だ。それに望遠鏡でも見えたし。遅いじゃないか。どうしてライフベストを着ている？ウニじゃないんだぞ。まあいい、行くぞ忍者ども。これから船を乗っ取るんだ。かっこいい空飛ぶ船をな。がここで何してる？ロボット捕まえろ！はい、ご主人様。いいざまじゃないか、発明坊や。おい、僕の悪者笑いを真似するな。助けて。じゃあまたな、発明君。月光が戦ってて、僕たちがここにいるって変な気分。月光、忍者リーノが右側から来てる。大丈夫。行くぞ、忍者リーノ。暇だから。ナイト忍者はどこにもいない。一人で大丈夫。新しい武器を試すぞ。見ろ、ネムネム手裏剣だ。さあおやすみ、パジャマスクたち。トカゲパジャマに全部聞かせた。これであいつが僕のクリスタルを探してくれる。みんな、ロミオはすごいパワーを持つクリスタルを探してる。先に見つけなきゃ悪いことに使われるよ。そう言うけど、この前堀でクリスタルを見つけた時、大騒ぎになったよね。忘れた？ねえ、やめて。今度は大丈夫。僕が使うんじゃなくて、ロミオを止めるだけだから。でもどうしてロミオは水の中を気にするようになったのかな。わからないけど、水は僕が本当のヒーローになれる場所だ。月光はいつでも本当のヒーローでもそんなに強くない。パジャロボ、スキャナーみたいな装置を作れる？岩の中のものを探すんだ。ジャマスク、僕が出動。夜のお堀で悪を倒せ。そのクリスタルすごそうだね。水の中で魚みたいに息ができるようになるかもよ。パジャロボ、月光のカメラは見られる？いない。
まだクリスタルを見つけてないよね。どこにあるんだろう。どう思う、大きいの。僕たち二人最高のコンビになれそうだ。謎の山にある秘密を全部二人で見つけ出すんだ。そして僕は史上最高の忍者になる。そうとも、うまくいけばおかしなドラゴンガールも始末できる。二度と邪魔させないぞ。何か気に障ったのか。わかったわかった。それじゃあ間抜けなパジャマスクを代わりにやっつけよう。もう一回。自分にうっとりしてるのか。おいミニ忍者リーノ、何をやってる。おかしな真似はすぐにやめろ。逃げろ。あそこだよ。モンスターはナイト忍者の敵になったみたいだね。行こう、さあ早く。忘れたか。なぜ僕の命令を聞かない。嬉しいね。誰かと思ったら。どうやって逃げ出した。あんなベタベタで僕たちを止められると思ったら大間違いだ。アンユーが助けてくれたって言わないの。ナイト忍者には内緒。そうだね、それがいいかも。いいか、邪魔をするならベタベタモンスターを消しかけてやるからな。ミニ忍者リーノ、やっつけろ。